皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM はロマンティックスノー、ロマンチックな雪というものを選ばせていただきました。今朝はめっちゃ早起きしてね、こちら角州さんの1万人突破記念初の YouTube 生配信でしたね。こちら皆さんご覧になりましたか？3時間近くあったの私見ましたよ。そしてね、素晴らしいね。やっぱり角州さんプロですね。もう構成が素晴らしい。いろいろとサプライズがたくさんありましたけどね、本当に楽しかったです。そしてね、楽しかったことの一つはね、ニコちゃんもね、にじこさん、さくらこさん、えみさん、まささん、こんばんはかな、こんばんに、まあ、とにかくね、風 YouTuber さんたちがたくさんいてね、そこで有名どころの YouTuber さん大集合ですね。このチャット夢の共演してますねってコメントも書いてありましたけど、本当そうなんですよ。夢の共演がコメント欄でできたっていうことですね。それがとても楽しかったことの一つです。本当にでもね、角州さんのこの3時間のめっちゃ充実してる楽しい初生配信大成功でしたね。角州さんおめでとうございます。そしてまだ見てない方がいたらね、ぜひ見てみてください。めっちゃ楽しかったです。そしてね、たかこさんから、えみさん、ゆきゆき様サバイバルしてくる、無事福井にたどり着けるよう祈ってください、かぜくん待っとてよ、行くからね、ということですけれども、そうですよ、今日から福井2日間、皆さん行く方本当に気をつけて行ってきてくださいね。そしてかよさんも、えみさん、いよいよ1月29日かぜさんに初めて会えます。感動しすぎて気を失わないよう気を確かに持ちながら全身で感じたいと思います。金沢から完全防備で安全運転で参ります。福井県にはとても美味しい谷口屋さんの油揚げがあって、かぜさん好物だからきっと堪能されるといいなと思っています、ということでね、行かれるんですね。そして美味しそうな情報ありがとうございます。谷口屋さんの油揚げですね、皆さんチェックですね。そしてまたね、チャムさんから貴重な情報を送っていただきました。極寒の福へ行かれる皆さん、過酷の中の参加、ご無事の到着を祈ります。地元民さんより、肌を出す部分は目の周りのみ、リュックや斜め掛けのカバンで両手を開けて、靴下の替えがすぐ出せるように、寒いところからホテルなどに到着して即充電はダメ、ショートして故障する可能性があります。サバエおせっかいのボランティア様、平均年齢60歳超えが駅の周辺から参道部福江へ向かって除雪作業をしてくださっています。感謝しかありませんって、なんか涙出ちゃうね。あったかいね、本当に感謝しかないですね。そしてドラムにサジさん、違うアレンジが楽しめて贅沢ですね。いいなぁ。上原さんは30日渋谷で自身のユニットドーガスで記念すべく初ライブです。そのような中でツアーに参加されていたことに感動します、ということなんですね。さすが情報通のチャムさん、よくご存知で、そういうことだったんですね。情報ありがとうございます。そしてね、昨日風さんも福井に来られる方どうかあったかくしてねって、こちらの写真とともにね載せていましたけども、このお写真についててるてる坊主マムさんから、えみさんおはようございます、今朝も愛の配信ありがとうございます。ツインテールの風くん可愛いですね。そういえばうちの子も2歳の頃結んでやってたな、男の子並べたらひげがあってもお子ちゃまに見える25歳ということでね、こちらの写真を送ってくださったんですよ。本当だ、可愛い、男の子なんですね。なんかちょっと似てる感じするけども、いやー、このツインテール、なんかトレンドになったみたいですよね。すごいね。てるてる坊主マムさん、ありがとうございます。そして1月28日29日の言葉は Love Home Family 愛家、家族ということですね。素敵ですね。いや、ちょっとこの家を見てね、思い出しちゃったんだけどね、実はね、今朝、もうロサンゼルス時間では今朝ですけど、日本の夜中だったんだけれども、私の
エミズガーデンのねミュージカルのドラフトができまして、すでにナッキーさんのセリフで私もセリフ全部言いましてね、あとちょこちょこっといろいろできてるんで合わせてみたんですよ。それでそれを次女役の方たちに送りましてね、参考のために、うん、あとまあいろいろちょこちょこと送ったんですけども、いや本当にねこのミュージカルがこういうふうに形になってることってね、私にとって本当にすごくてですね、夢ってやっぱり言っちゃえば叶うんだなと本気で思ってればなんですけどねっていうことがね実感できててね、本当すごいなと思って、で私次の夢ができたんですね。それは実はロサンゼルスに大きな家を持ちたいっていう夢ができました。で私、まあ、昔の動画とか見てくださってる方は知ってるかもしれないんだけど、ほとんどの方は知らないかもしれないんだけど、私ね今はアパートに住んでるんですけど、昔一軒家に住んでてね、それも素敵な場所だったんですよ。でもねそれを失ってしまったんですけども、その詳しいことはこちらの動画で語っているんですけども、それ以来ね私ねそんな大きい家が欲しいとかって心の底から思ってなかったんだけどね、この前の一粒万倍日の日、1月18日ですね、ちょっと夫といろいろ話してて、そのミュージカルの話とかもいろいろしててね、いや初めてというか、あの家を失ってから初めてですね、そういうふうに心から思いましたので、私はそれを次の夢にしたと思います。でなんでそう思ったかっていうと、あの風さんこれから世界に出てきますよね、ロサンゼルスにも来ると思うんですよ。ロサンゼルスに住むかはわからないけども、確実に来るとは思うんですね。で多分皆さんもね遊びに来ると思うんですよ。そういう時に私ね、あの以前一軒家住んでた時は私すごいパーティー開くのが好きで、もう友達ママ友とかあの招待してめっちゃパーティーやってて、パーティー上手とも言われてたしね、だからそういうことをやりたいんですよ本当はね。でも今アパート住まいでできないと。なんで皆さんがロサンゼルスに来た時は、まあ、泊めてあげたいとも思うし、集まってパーティーしたいとも思うし、そういう場所がね欲しいなと思ったんですね。うん、まあ自分で住む場所ももちろん欲しいんだけれども、でそういう夢がまたできましたという話をとりあえずここで言っておきたいと思います。ただねミュージカル私がこのチャンネルでやりたいって言った時と同じなんですけども、その時私そのミュージカルやりたいっていう思いはなんとなくあったんだけども、それをどうやってやるかとかそういう計画とかは本当にゼロだったんですよ。何にもアイディアも何もなし。でも現実的にできているっていうことはね、この家もねきっと叶うと思うんですよ。でもどうやってるかは全く分かんないです。でもその過程を皆さんに見ていただくのも面白いかなと思いました。ということでね、あの皆さん何かね本当にやりたいことがあったら、それはね言っちゃった方がいいと思いますね。そしてねそれを疑って言うんじゃなくて、本当にそれが叶うっていう、あの信じて言うと叶うと私は本当に今回感じました。はい、とめっちゃなんかまた熱く語ってしまいましたが、なんかねワクワクしております。はい、ということで最後にねもとこさんのコメントと写真をご紹介させていただきますね。えみさんワクワク様です。私は28日の福井参加のため前日に福井入りしました。大阪からのサンダーバードは前原経由のため1時間遅れましたが、無事福井に着きましたよ。今夜中12時を過ぎましたが、外は大雪で28日は大変な一日になりそうですが、途中のサンダーバードから見た夕日、空には流雲が見えました。良い予感しかありません。福井公園楽しんできますねって、こちらの写真を送っていただきました。すごいですね。うわー綺麗。恐竜の写真は福井駅前です。化石が発見されたのですねって、すごいですね、ありがとうございます。ということでね、今日はおそらくね生配信があると思います。多分ね梅田さんこちらの動画でもねおっしゃっておりましたから、おそらくできるような気がしますので、楽しみにしていてください。多分それは3時半とか4時ぐらいになると思うんですけども、そしてね視聴者さんとの生配信もあるかもしれませんのでね、それも多分突然生配信になると思うので、そちらも楽しみにしていてくださいね。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a wonderful day everybody。 エミでした。ではまた。